ゆずきチョコ。ガチ恋なら開始3分でぼったちできるほどの強さ。どのスタンプとも相性が良く、スタンプ運に左右されないのもポイントが高いです。高梨キアラ。火力、防御、回復、蘇生、すべてが揃っていて、どの武器、どのアイテムを選んでも問題なく初心者が使っても強いです。ナナシム名。全バージョンの画面外の敵をすべて経験値に変える最強スペシャル。無限に上昇する火力スキルがナーフされました。それでも使いやすい初期武器、高火力スキルで他を圧倒します。アイリス。金作アイリスと呼ばれるほどに金作に特化していて、1日でショップ、全キャラ間凸もできてしまうほど。キャラ性能も非常に高く、総合では現環境の最強キャラです。セレス・ファウナ。回復特化キャラですが火力も高く、初心者にも扱いやすいです。コラボのエルドリッチ、火力アイテム、キメココとの相性も良いです。ハコス・デールズ。終盤火力は全キャラ1。ただ、初期武器が扱いづらく、専用スキルも中盤以降に強いものなので、初心者には扱いが難しいキャラです。オーロクロニー。性能は間違いなくティアエスですが、初期武器の癖が強く、被弾すると性能が一気に落ちる上級者向けキャラです。時の空。ぼったちでスペシャルを連打するだけでクリアできてしまう神性能。敵の多い高難易度ほど性能が輝く上級者向けキャラです。バトソン・アメリア。火力、防御、ともに優秀で基本ぼったちでも問題ありません。コラボ武器はどれを選んでも問題なく初心者にも扱いやすいキャラです。ガウルグラ。専用スキルアトランティスが優秀ですが、ぼったちだと敵を引き寄せて事故を起こすことがあるので羽は欲しいです。森カリオペ。初期武器が連射が効かないので近距離さえケアできれば高火力で強いキャラです。ロボコさん。レベルアップ時に火力ボーナスが入るので勉強メガネが有効です。攻守のバランスも良く、ボッタチ、体当たり、先方どちらでも強いです。桜巫女。初期武器とスキルだけで必要なものが一通り揃ってるので使いやすいです。エリートクッキングは高確率で敵にデバフが入るので相性が良いです。オオカミニオ。近距離火力は全キャラトップクラス。ただスタンプ運に左右されるため、敵の多い高難易度の方が安定します。猫股おかゆ。高火力かつ回復スキル持ちなので、防御系スタンプが揃えばボッタチでも問題ない強さです。犬神コロネ。アイリスにも匹敵する手数の多さだが、防御面が劣るので、弾、ノックバック武器などで補えば、金作もできます。夜空ネル。初期武器だけでも超回復でクリアできますが、火力が低いので、コラボ武器は欲しいです。つくも様。防御に特化したキャラなので、火力の高いコラボ武器さえ揃えば安定します。星町彗星。斧武器で HP が回復するので、BL 腐女子は欲しいです。
クリティカルが発生することで手数が増えるので武器の種類を増やすのも有効です。白神吹雪、アイテムとスキルで上昇した分のスピードがアタックに足されるのでエナドリや貯金箱との相性が良いです。ミナとアクア、弾数プラス1スキルを生かし鉄板こいた雪夜月は優先して取りたいです。赤いハート、火力のハーチャマ、守りのハートさんを切り替えて使うトリッキーなキャラですが、どちらか片方だけでも十分強いです。アキローゼンタール、デバフ武器で火力が上がりベリーダンスで高火力が出せるなどすごく強い反面、癖の強いクロート向けキャラです。大空スバル、蘇生スキルを生かしデバフ付き高火力アイテムでゴリ押すやり方が強いです。ただ序盤がきついので初心者には難しいキャラになります。ナキリアヤメ、近距離で敵を倒すと経験値が増えるなどスキルが近距離に偏ってるので近接武器で固めるのが有効です。紫シオン、スキル発動に15秒ごとに体当たりする必要があるのでボンブロスとドラゴンファイヤーを盾にした突撃が強いです。二の舞イナニス、経験値2倍、アタックプラス100などナーフされてしまい一強時代から大幅に弱体化されました。初期武器の広範囲を生かした一点突破型のコラボと相性がいいです。あずき、スタンプが揃えば初期武器を盾にして移動するだけで強いです。被弾するとバフが剥がれるのでスタン、ノックバックは欲しいです。夏色祭り、体当たりで発動するゴッドは 700% と高火力ですが、ボッたちだと発動前にやられてしまうため防御アイテムや高火力コラボは欲しいです。最後までご視聴ありがとうございました。キャラ評価が間違ってる、もっと強いやり方がある、など意見がありましたらコメント欄で教えていただければ幸いです。